活の買い出し終わり。ほんとあなたがいて助かったよ。買うものたくさんあったし、あと今日はメンタル的にも一人で行くのしんどくてさ。いやでもやっぱへこむ。今日さ、古文の小テストがあったんだけど、これが全然わかんなくて、気づいたら爆睡しちゃってたんだよね。結局白紙で出しちゃってさ。そうそう、不可抗力ってやつ。まあエコダはブチギレだったけど、職員室まで呼び出されて反省文を出せとか言ってくんの。はあ、エコダの説教ってこれがまだネチネチ長くってさ。こんなんじゃろくな大人にならんな、将来が思いやられるなとか。将来がどうとか気早すぎじゃない？うちらまだ10代なのに。だよね、もう少しだけ好きにしてたいよね。正直将来とかよくわかんないし、今は部活とか頑張ってんだからそれでいいじゃんって思うんだよね。私先のことはまあ気が向いたらおいおい考える感じ。で、私部室に荷物。教えてもできないね。私のことはお姉さんって。やっべ、俺に見つかる。じゃな、おばん。あ、ちょ、あ、逃げられた。今のお向かいに住んでる子なんだけど、こんなとこで鬼ごっこ、ちょっと危ないよね。校庭とかでやればいいのに。あ、やば、急がないと校門閉まる。また部活で。